筒香がメジャー挑戦を表明した時の当時の反応。 DeNA 筒香吉友内野手27ガライオフ、メジャー移籍するためのポスティングシステム利用容認を球団側に求めた。30日横浜市の球団事務所で契約公開交渉を行った際、球団側に伝えた。今日小さい頃から夢であるメジャーでプレーしたいという思いを球団の方に伝えさせてもらいましたと明かした。やっぱりメジャー志向やったんやな。メジャーで守るとこないやん。やめといた方がいいわ。で、日本ですら無双できてへんのに何言うんや。通用するかどうかは別にして挑戦する姿勢は評価するべきやろ。活躍できなくても高額で NPB 戻ってくれるしない理由がない。なんかこんだけジェイミンが願ってるといけるんちゃうか思えてくるわ。FA で他球団に行くと叩かれるからね。円盤にクソ球団と縁を切るにはこれやろう。お前がポスティングするなら倉本と音坂と石川をクビにしてやるからな。どっかから声かけられてんのやろ。本人が行きたいって言うなら応援してやれ。誰がどんな成績残すかなんて実際行くまで誰もわからん。大谷があの打数で20本もつって予想してたやつおったか。ご視聴ありがとうございました。